あ、ウケる。ゆい、お兄ちゃん、お兄ちゃん、ウケる。あ、お兄ちゃん、こんなところにいたんだ、ウケる。よかった、ちっちゃいアバ様の言った通りだよ。思いってちゃんと届くんだね。私、お兄ちゃんにこれを届けに来たんだよ、ウケる。勇気はご機嫌な帽子を手に入れた。せっかく作ってあげたのに忘れていったでしょ？お兄ちゃんってほんとおっちょこちょいなんだから、ウケる。今までありがとう。いっぱい迷惑かけちゃってごめんね。大好きだよ、お兄ちゃん。うん、愛してるぜ。あ、え、マジで？マジかよ。これもっかいやれってこと？あ、途中じゃダメなんだ。うっそー。じゃあ、大急ぎで行きまーす。はい、皆さん、こんにちは。宮内ゆきです。それでは行きましょう。4ゲーズ、つくも G ギアネオ、GX90Z21ZB、インデルコア i9、12900KS、NVIDIA GForce RTX3090 タイタン、俺のファンの中の力戦士、ドラゴンクエスト10オンラインとドラゴンクエスト10オフライン超デラックス版を交互に見比べの前進、ゆうべを出しましたね、愛してる。85回目の前進です。というわけですね、前回、バージョン2のラスボスの、直前でね、セーブをしたんですけど、一回ちょっと休憩してからやろうと思って、ログアウトしたら、なんと、悠久の回廊の最初まで戻された上に、まあ、ゆいのね、贈り物もあったということで、いける。はい。じゃあ、改めて、収録していきたいと思います。よろしくお願いします。アンルシア、OK。というわけで、ここはセーブしたところですね。あなたの姿を目にしなかったら、私は誘惑に負け、永遠に悠久の回廊の中をさまよっていたかもしれないわ。あなたが一緒にいてくれて本当によかった。行きましょう、ユキ。大魔王、それにトーマ兄様が、この先で待っているはずよ。うん。行きましょう。ワクワクする。行くぜ！BGM アンルシアの恵みという曲です。ここが東馬。サゴーラ、まがいものの勇者の力ではそれが限界のようだな。やはり本物の勇者の力でなければ奈落の門の封印は破れないということか。まあよい、ちょうど町人が来てくれたようだからな。こんな野郎、BGM 迫る脅威という曲です。よくぞ参られた勇者よ。世は大魔王マジサゴーラ、魔族の王にして創世の女神への挑戦者、ルティアナ。そなたにはぜひ我が世界創造のための協力者となってもらいたかったのだ。さあ、共に手を携え奇跡を成就させようぞ。な、何を言ってるの。私はあなたを倒すためにここまで来たのよ。ふむ、やはり理解してはもらえぬか。勇者といえど、所詮は神の作った道具。芸術を下する心は持ち得ぬということだな。それならそれでよい。道具に理解を求めても無意味なことよ。世はただより優れた道具を求めるのみだ。さあ、まがいものの勇者トーマよ。そなたの妹が世に協力してくれるように、そなたからも説得してやってくれ、トーマ。うん。アンルシアの恵みに続いて、アンルシアの願いという曲です。
トーマ兄様、偽物と分かっていてもね。アンルシア、ここまで来るとは強くなったのだな。さすがは真の勇者だ。だがお前がいくら強くなったところで、大魔王マテザゴール様を敵に回して勝てる可能性など万に一つもない。それよりお前も大魔王様のもとへ来い。我々が争うことなど何もない。また兄弟ともに助け合っていこう。ダメだよね。それはできません、トーマ兄様。私には守るべきものがあるのです。それに私は勇者だから、勇者として大魔王をここで倒します。切ってお。ならばお前は私の敵だ。我が主のためにお前を倒し、主の意に従わせてみせよう。兄弟が争う姿を見ることになろうとは嘆かわしい限りよな。だがこれも偉大なる創造のため、トーマよ、世の道具として最後の役割を果たすがよい。たとえトーマ兄様が相手でも私は引くわけにはいかない。勇気、あなたの力を貸して。うん、了解です。強いでいきます。トーマ王子戦です。水浴の地元ベビー、フェスフェス、あ、ライフコース、マキシャ、ダメしちゃった。あー、見送られました。記録タイム、無限の心、無限アニメーション攻めてね。つけた。飛ばせ1分50秒38。トーマ、トーマとてすでに我が眷属、その程度の攻撃で滅びはせぬわ。トーマ、もう一回ってこと？お見事としか。
ぐはは、世の狙い通りになったようだな。そなたの放った勇者の技の力はトーマの肉体に吸収させてもらったぞ。なんと、これならばまがいものの勇者であっても奈落の門に施された封印を破れるだろうよ。ただし一度限りの使い捨てになろうかな。トーマ行っちゃダメ。我が主のおぼしめすままに。な、卑劣な、そんなことはさせない。あっ、見ていろって、指をくわえて。もはや勇者など無用の長物、不要な道具は処分せねばなるまいな。大いなる闇の根源よ、古き契約に従い世に力を与えてまい。 BGM 高鳴る鼓動という曲です。寝る夜の時もあったね、この手、黒い手。世の世界を望むままに作り変えよう。勇者よ、世の偉大なる創造の礎として奈落の底に果てるがよい。それはこっちのセリフ。強いでいきます。大魔王マデサゴーラ戦です。
イつけた。飛ばせ4分26秒59。BGM ざわめく心という曲です。勇者よ、これで勝ったつもりか。世の野望は今まさに達成されようとしているというのに。時間稼ぎされちゃったね。トーマ、かわいそうだよね、ある意味。兄様、凄まじい力が。ほんの一部でもこれほどの力か。霊覚の力を手に入れることが叶えば、世の創造は必ずや創世の女神を超えよう。世界は世の望み通りに作り変えられ、世は新たな創造神と称えられるのだ。見るがいい世界の改変を。迫る脅威という曲です。やばい、明らかにやばい。やべ、これが創世の霊覚の力なの？なんて恐ろしい。いや、恐れちゃいけない。でも私は負けない。グハハハハハハ、この姿を見ても立ち向かってこようとはなかなかにけなげではないか。だがこの歴然たる力の差を前に何とする。なんとも顔がでかくて可愛い。大丈夫？勇気、うん、愛してるぜ。グハハハハハ、これは手加減が過ぎたかな。次はもう少し強めに行くぞ。面白い。勇者アンルシアという曲です。行こう。ありがとう勇気、もう大丈夫よ。私は絶対に負けない。勇気、あなただってそうでしょ。私にくじけない勇気を示してくれたのはいつだってあなただったもの。あなたが私の盟友でよかった。二人ならどんな強大な敵にだって立ち向かっていける。勝てるって信じられる。うわあ、威勢の良いことだが、世の作りし世界ではそなたの勇者の力など何の役にも立たぬぞ。世はこの絶大なる力をそなたたちを使って試したいのだ。くれぐれも簡単に壊れてくれるなよ。きったわ、ガゴー。いいね、強いでいきます。創造神マテサゴーラ戦です。
ジックルーレット。ガゴー、創生の力、減少速度、加速する世界、速くなったよ。マジかよ。されたでかい。無情なる世界。ナイトボス。ランドインパクト、つかまんだ、ありがとう。急戦の守り口、フォースメイク、わー、大丈夫、オッケー、マジクルーレット、あー、飛び起きる、マジクルーレット、さあ、ダメに入るよ。
マジか。うわー、マジで。妹よ、諦めて我が主、大魔王松田五郎様に屈服するがよい。勇気、私たちはこの戦いに負けるわけにいかないわ。だからあなたも力を貸して。グハハハ、世の作りし世界では勇者の力など何の役にも立たぬぞ。余はこの絶大なる力をそなたたちを使って試したいのだ。くれぐれも簡単に壊れてくれるなよ。リベンジ強いでいきます。速度と行動感が速くなった。さあ頑張ろう。加速する世界。悪い効果にかかりやすかった。危ない危ない。
合、こっからですよ、頑張りましょう。痛いんだよね。マジ怖いわ。あと連続ドラマなのね。妄想なの？危ねえ。遊戯に変えた。つけた169,720ポイントの経験値を獲得。おでた42,186ポイントの経験値を獲得。おでたレベル39-41上がった。84,860ポイント達人経験値を獲得。飛ばせ8分35秒62。ナイス、ストーリーが進んだ。ナイス、リベンジ果たしました。一回は負けたけどね。おのれ、神の道具ごときが、よう追い込むか。うん。だが、まだ終わりではない。門の向こうへ行けば、創世の霊覚さえ手に入れられれば。さあ、どうなる？何をちゅまよった。お前の力が弱まったおかげで
ようやく自分の意志で動けるようになった。きったうわ BGM 天空の世界という曲です。自分の意志を心を踏みにじられ、お前の思うまま操り人形と化しているのは死に勝る苦しみだったぞ。トーマ兄様、本当の兄様に戻られたのですね。いいね。世の力で蘇った亡者が世に逆らうとは、なんたる不遜か。やばい。早く創世の霊覚を世の手中に収めねば。貴様を門の向こうに行かせはしない。私の中に残るわずかな勇者の力よ、この仮初めの命を糧に今一度だけ燃え上がれ。かっこいいね。輝きが、親族の目がそこをどけ。主は勇者の役目を果たせ。お前の剣で悪を滅ぼしてくれ。そんなことをすれば兄様まで滅ぼすことになってしまいます。元より一度は死んだ身だ。それにこの体も長くは持ちそうにない。自分の意志ではないとはいえ、闇に落ちたこの私が大魔王の討伐に役立てるのなら、これ以上の最後はない。でも魔デザゴーラが力を取り戻せば、すぐに私の意識は奪われてしまうだろう。やばい。アンルシア頼む。私が私でいられるうちに。勇気、私がやるから、あなたは見届けて。うん、わかった。世は世の望む新世界を作るのだ。貴様ら神の道具などにそれを邪魔さ。あれ、泣いてる。アンルシアの恵み、破った。魔王を破った。大魔王を。本当に強くなったな、アンルシア。心も体も。うん、泣いてる。それは全部彼のおかげです。勇者の、私の盟友勇気の。君とはどこかで会った気が。そう、会ってるよ。そうだ、あれは生と死の狭間に見た夢の中、遠く懐かしいグランデドーラ城の。トモニー様、記憶が。ありがとう、アンルシアを、私の妹を救ってくれて。ありがとうな、トーマ。アンルシア。泣いてる。トーマ兄様の剣も。エンディングです。リュウガ、
は一体何なの？奈落の門の向こうには一体何があるというの？あなた方が知る必要はありませんよ。これより先のことはすべて私に任せておけばよいのです。クローズ、お久しぶりですね、アンルシア姫。勇気とはついこの間会ったばかりなのですが。クローズさん、どうしてあなたがここに？それはこの門の向こうに行くことが私の大きな目的の一つだからです。私があなた方に協力してきたのも、全ては創世の霊覚を求める大魔王を排除してもらい、安全に門の向こうの世界に行くため。利用したの？その目的とは何なのです？事と次第によっては私はあなたを止めなければならないことになります。残念ですが、それを今あなた方に語ることはできません。どの道あなたに私は止められない。闇に取り付いた悪しき竜たちの怨念にも太刀打ちできないでしょう。生き返しによって私が得た姿、その元の持ち主は竜族と呼ばれる伝説の種族の生き残りでした。この姿を得た私には何を犠牲にしてでもなさねばならぬことがあるのです。アンルシア姫、すぐにここを離れることです。大魔王マテサゴーラが滅んだ今、無理な改変を重ねられたこの場所はそう長く持たないでしょう。それにあのようなものが再び現れぬとも限りません。二度と開かぬよう奈落の門は私が閉じます。勝手なことを寝受け。許してください、ユキさん。この先に待つ戦いにはあなたを。
大魔王マテサゴーラは倒された。これで世界は平和になる。私の勇者の戦いは終わったのね。勇気、あなたが私を導いてくれなかったら、とても最後まで戦い抜けなかったわ。あなたと出会い助けられ共に戦い、勇者と盟友という深い絆で結ばれた。その全てを私は誇りに思っているの。この戦いで失ったものも多いけど、あなたと築いた絆は私にとって何者にも代え難い最高の宝物よ。本当にありがとう、ユキ。さあ帰りましょう、グランゼドラへ。です。はあ、グランゼドラに帰ってくるんだよね。みんな出迎えてくれてる。みんないる。賢者さん、H の冠。スタッフロールです。戻ってきた、ウケる。さん、本当にお久しぶりですね、ウケる。風見違いましたか？この姿については、ユウキさんにも随分驚かれましたよ。風じゃねえだ。ユウキさんなら、アストルテに残してきました。その点はご安心ください。さあ、それでは始めましょう。私たちの新たなる戦いを。
バージョン3へ。素晴らしい導きの盟友、大魔王マデサゴーラを倒し世界に平和をもたらした者の暮らしを肩書きルシェンダ・トーマ・神儀マデサゴーラ盟友勇者。新グランデドラ城にいるアリオソンに話しかけよう。まずルシェンダに。ルシェンダ愛してるぜ。大魔王滅びたが偽りの世界に上書きされてしまったソーラリア峡谷が元の姿に戻る気配はない。偽りの世界は大魔王が創世の渦から魔力を得て作ったものだとそなたから聞いたことがあったな。創世の魔力はアストルティアを作った女神ルティアナに通じる力だと思われるが、女神は姿を消した今も世界は残っている。創世の魔力で作られた偽りの世界も同様、創造主を失ったとてそれで消えるものではないということか。とはいえこれでひとまずは事態を収束したと見てよいだろう。警戒を怠るわけにはいかぬが、これで私も肩の荷が下りた。モンセロ温泉郷にでも行って久々にゆっくりと湯に浸かれた気分だよ。ふう、行ってみただけだ。私の王国に使える賢者としてまだまだ片付けねばならないことが山積みだからな。アンナちゃんにも。占い師とピクシス。私には見えるのです。華やかな玉座スタンプ押す音。アリオ層があなた様をお待ちです。アンルシア、勇気、最後まで私と一緒に戦ってくれてありがとう。盟友だとかそんなのは関係なく本当に感謝しているわ。あなたのおかげでここまでやれたのよ。勇者としての私の使命は終わったけど、まだトーマ兄様に代わってこの王国を守るって大きな仕事が残ってるわ。この先もあなたの力を借りたいけれど、あなたにはこれからさらに大きな運命の導きが待っている、そんな気がするの。奈落の門の向こうへ飛び去ったクローズさんなら、それがどんな運命なのか知っているのかもしれないけれど、でも勇気覚えていてね、あなたはいつまでも私にとってのただ一人勇者だってことを。勇気、最後まで私と一緒に戦ってくれてありがとう。うん、愛してる。盟友だとかそんなのは関係なく本当に感謝しているわ。あなたのおかげでここまでやれたのよ。勇者としての私の使命は終わったけど、まだトーマ兄様に代わってこの王国を守るって大きな仕事が残ってるわ。この先もあなたの力を借りたいけれど、あなたにはこれからさらに大きな運命の導きが待っている、そんな気がするの。奈落の門の向こうへ飛び去ったクローズさんなら、それがどんな運命なのか知っているのかもしれないけれど、でも勇気覚えていてね、あなたはいつまでも私にとってのただ一人の勇者だってことを。達人トーン。こら、無念無双の奇跡。お主、あなたの能力が開花されたな。宝者宝石ボルト一本に変化したこと。これは全身全霊切りの極意。お主、あなたの能力が開花されたな。宝者宝石ボルト1ポイントに変換しておくぞ。お家帰りましょう。疲れ。アリオソンからの届け物。アリオソンで、親愛なる盟友勇気、グランタドーラ国王アリオスである。アストルティアに訪れた平和を祝うとある計画のため、その日までに5大陸10カ国のキーエンブレムを集め、スタンプカードの光るマスを埋めるのだ。達成されねば計画は進まぬと心せよ。アリオソンさんからの手紙を受け取ります。どちら確認しますか。アリオソンからの届け物。親愛なる盟友勇気よ、グランタドーラ国王アリオスである。アストルティア全土に平和が訪れた今、とある計画を実行に移そうと思う。T
手間をかけるがグランテドラ城の玉座のままで来てもらえんだろうか。それでは待っておるぞ。アリオソンさんからの手紙を受け取ります。勇気は郵便ポストからアリオソンの手紙を受け取った。魔風剣気からの届け物。魔風剣気の手紙。私は魔風剣気、六星人の一人だ。勇者姫の名誉よ、貴公の実力を見込んで、ぜひとも頼みたいことがある。私の要請に応えてくれるのならば、ランドン山脈山頂付近の南部にある洞窟まで来てほしい。かつてない激しい戦いが貴公を待っているはずだ。かわいい。じゃあ編集して直ちにアーカイブアップロードしたいと思います。それではお相手は宮内中継でした。また皆さん愛してるで。バージョン2クリア、おめでとう。ありがとう。愛してる。